えー、こんにちは。即歌塾のコブです。今回はね、タイトル忘れにしときます。あの、前回、ペットボトルのね、ペットボトルじゃないや、なんだっけ、自転車のマフラーのこと、動画 URL つけとくって言ったの忘れました。ということで、忘れるにしましたけども、この忘れるって言葉はね、まさに心をなくすって書くんですよね。で、あと、忙しいっていう感じも心をなくすって書きますよね。心をなくすってのはどういうことかっていうと、 一心不乱夢中になるっててことだとだ私は解釈しています、まあ、ですんで人間としての心を失ったそのぐらいどうしようもなくなったんだよっていうふうなねそんな解釈をする人もいますけども私はそのぐらい集中できるものができたとかねそのぐらい熱中できるものができたというふうにポジティブに捉えてますねきっとですねこの動画の URL 先に貼り付けたその YouTube のアカウントのオーナーさんも、まあ、本当にね 一心不乱にに今回の動画作成に取り組んだんだですよねでもその一心不乱の時間っていうのは別に1年2年がかりじゃなかったと思います思いついてやった撮影した上げたそうするとさなに再生数がバンバン上がった、うん、心ここにあらずではない,ないんですけども本当にねうれしくて楽しくてよかったと思うところじゃないかなと思いますまあそういうふうになんかね あの全てを忘れて取り組むこと取り組む瞬間なのが人生には何度かあるといいのかなと思いますよね、まあ、大好きな女の子ができたらもう全てがね手につかなくなってその子のことばっかり考えちゃうみたいな、まあ、そういうふうな熱愛をすることが、まあ、ビジネスに不可欠なのかなと思います、まあ、よくねビジネスは戦争だっていうふうに殺伐とした言い方をされるかと思いますが、まあ、これ私非常にワンパターンだなと思うんですよビジネスが戦場とかね 大体ねビジネスでね勝ち抜いてきた人が自分を美化するために俺は戦場で戦い抜いてきたんだみたいな感じであのなんか自己肯定感と恍惚感の末にね言うことが多いんですよ敗北した人がねもうビジネスで会社を潰した人がいやビジネスは戦場だったよみたいななかなか言わないんで、ねうん、ビジネスはどっちかっていうと恋愛なんじゃないですかね振られるか振られないかそしてビジネスがもしね恋愛のように うまくいってそういうふうにねいつか今自分が手にしているビジネスも永遠絶対の真理ではないといつか別れてしまうってことを忘れないようにしたいかなと思いますそれでは動画の URL 今回はつけておきますので是非ね自転車の是非マフラーこれ見てください面白いですよいってらっしゃい